よはい、こんばんは。はい、こんばんは。じっちゃんはん。どうもどうもテンション低いね、俺たち今日。今日はね、どこやったおたぶど。適当なことを言うんじゃない。はさま不動尊。はさま不動尊。また、夜バージョン。夜バージョン。今日ちょっと来てみました。見ました。まあね、運転だけでマジ偉い。うん。でもね、まあ、いい時間じゃないですかね。でもね、この時間、今何時だったっけ ?10 時。今11時回ったね。11時半。11時で、ジョギンガーがいました。この山奥に。マジビビるな。ね。なんか、ちょうど止まるか、車止めるかっていう頃に人が3人くらい立ったか走ってきて。ビビりました。あ、やべえ、関係者が俺らを叱りに来たっていうね。そう。別に入っちゃいかんのかなと思っちゃったけど、ジョギンガーでした。ジョギングですよ、3人が。すげえよな。幽霊よりある意味テンション下がるもの見ちゃったよ。うん。今日テンションだだ下がりばっかりやったな。じゃあ、今から、行きますか。水子の霊は映るのか。水子の霊が映るのか、それとも何やった修行僧の姿が見えるのか。どっちがいい？まあ、多分仏像、地蔵の見間違いだと思うけどな。まあ、とにかく、今から行ってみます。よし、行ってきまーす。行こう。バイバイ。さてと、真っ暗で何も見えないぞ。はい、どうも。今から、何やった挟む不動尊。不動尊。不動産やねんよ。不動尊。行ってみたいと思います。でもね、夜中ですからね、もう11時過ぎてるから、ちょっと声は小さめに行きます。行きます。では、よろしくお願いします。デジカメちゃん持って。自分の世界の人で。さあ、いよいよ、ね。行きたいと思います。すいません、写真撮らさせていただきます。あらま、さあいよいよ行きたいと思います。この前はね、昼間切ってまあいろいろ下調べさせていただいておりますけど、夜は不気味ですね。うん、がっつりホラースポットなんだよな、なんか雰囲気が。なんか全然違うね、前来た時と。でも正直なこと言っていい、うん、この間昼来た時より歩きやすい、うん、俺そう、うん、雰囲気この間来た時より歩きやすい。ほんと俺すげえな。あ、映像面の方が綺麗な。映像の方がなんていうの、内側、なんていうの、見やすい。おっと、あ、うん、桜が綺麗です。桜と俺撮って、一緒にカットしといてんの。嘘だろもう桜の季節か。さあね、もう本当にね、もう本当にすいません、一枚撮らさせていただきます。何か撮れた？ふんなあ、撮れたらいいんだけどな。進んでいいよ。なんでさっきから人を犠牲にしたがるのか。え、だって俺今日ブレスレット忘れてる。完全に。どうだろうな。また前回と同じルートで行きますか。思い出した。ヘッドライトがない。ヘッドライトがない。うん。俺ずっと気づいてたよ。忘れてた。そう。これで行くんかなと思った。まあ、これあるからいっか。うん、行こう。あまり眩しいのもめんどくさいから。
あ、階段が急だぜ。相変わらずな。勉強してくださいよ。お邪魔します。若くこの辺に来ると頭が深くですね。何も感じないぞ。さて、とりあえず目指すのは滝なわけだけど、滝どっちだ。こっちで待っとるよな。物陰が全部人に見える。お、着いた着いた。あ、すごい。かっちゃん、ちょっとおいで。見て見て。すげえ。おしゃれ。おしゃれ。ろうそくにちゃんと火ついてる。すげえ。そっか、なんかあれは、虫が多い。イベントでついてるだけかと思ったけど。何やこれ、また変わってる。これはこれで不気味だな、この暗い中に。あのさ、この明かりはさ、すごい癒されるんだけどさ、周りさ、ライト消したら真っ暗すぎるじゃん。怖くて今もうライトつけました。俺の心が折れた。そう。暗いし怖いし、水子ちゃんいねえし。歓迎されとるよ。わーい。歓迎されてた。歓迎はされてるみたいですよ。でもラップ音聞こえないな、今のとこ俺の中で。あ、そう。俺も聞こえないんだけどさ。ああ。どうした？クモの巣。あのさ、ね、ずっとね。なんか感じとる？鳥から入ってから。ああ、やっぱりね。なんか、ずっとね、見られてんだよな。あの辺から空気違うなっていうのは。ああ、相変わらず階段が急だぜ。どうすんの？え、上まで上がりますよ。なんか喋ってくださいよ。間が持ちません。しんどいなとしか今思ってないもん。階段多くて当たり前やん。ここだってこの階段がたくさんあるか、あの坂道さ、あのザーッ なんていうの、車用の坂道を登る道しかないじゃん。エスカレーター、砂利じゃねえでいいぞ。俺ら行くとこほぼ砂利じゃん。まあね。なるほど。さあ、浅間不動尊。浅間不動尊やっと覚えた俺。さあ、浅間不動尊の、まあ頂上、これまだもうちょっとあるんだよね。もうちょっとあるね。上に上がるたびにだんだんね、静かになってくんだよな、当たり前か。人がいない証拠やね。こんなとこに来るなって言ったら俺らようなバカみたいなやつがおらんって。心霊スポット来るたびにそのバカなやつバカなやつって聞いてるんだよ。でもかわいそうやな、こんなの編集。なんで？これどうやったってパソコンには映らんだろう。やめてそういうの。